職業ディスはダメだよね。どんな仕事でもさ大変だし。ちょっとすいません、ゼロワンさんのコーヒー飲んでたって聞いたので。 ありがとうね、乗り込みに行こうよ。これもいっぱい買っちゃったけど、いっぱいお寿司も買っちゃった。じゃあ行く人行こう。これはどうしよう。あ、お寿司がちょっとあ、ずれてる。もう一応冷蔵庫逃げるなよ、これ。これ食べるなったらいっぱい買っちゃった、なんか養分が嫌になるの分かるわ。でこんなお金大金使って。ってる。いや、みんな4人いるからと思って。電話がってきたよ。お前、行くから待っとけって伝えて。入らない。直接行ってやるわ。え、いいよ。許せねえから。え、散々養分に札垂れって言っといて自分警察呼ぶのおかしくない？火薬。ちょっとパチョリ連れてきて、キャリーちゃん。おかしくない？あいつ養分けなしたよね、札垂れするなって。久しぶりに会ったの来たわ。マジでやってやるわ。うん、一緒に行く。じゃあキャリーちゃん、腹立ってる。キャリーちゃん会いたかった。会ってる。会いたかった。私も会いたかった。会いたかった。キャリーちゃん今日マンペロしてくれる？マンペロ、マンペロしていいの？いいよ。猫ちゃんに黙っといてくれる？黙っとく。黙っといてくれる？うん、ちゃんと黙っとくよ。お、一緒に。マンペロ、お金取る？お金取らないよ。取らない？無料？うん、どっち？右です。右？うん。みんな猫ちゃんに、猫ちゃんに言わないで。猫ちゃんには内緒にして、ね、猫ちゃんに内緒にして。はい、内緒で。職業ディスはマジでムカつくよな。いや、本当にムカつきました。うん、だってさ、キャリーちゃんみたいな人のおかげで性犯罪も減ってるし、すごい尊敬できる仕事よ。うん、しかも、自分が風俗利用するくせに、あ、ここまっすぐです。ああ、そうだよね。うん、そう、利用するくせにそんなこと言うんです。バカにしすぎでしょ、いろんな人。そうそう、八王子もバカにしてんだよ、あいつ。そう、で、あとめちゃめちゃブーメランなこと言われて。何言われたの？八王子を利用するな。あ、パチオジョ利用するなって言われ、散々利用してきたやつが一番。そうですよ。こんなめっちゃブーメランやってて、ありがとう、クラッカー。すごい仕事だよね。お職業差別はダメだしね。早く嫌いな人ナイスお願いします。キャリーちゃんイベントやってる？私やってます。イベントキャリーちゃんに投げてあげて。キャリーちゃんいい子だから。ありがとうございます。うん、みんなそれだけしてあげて。キャリーちゃんに金貨投げてあげて。あ、金貨ありがとうございます。うん、ゼロワンさんとからもありがとうございます。キャリーちゃんいい子だよ。うん、ありがとうございます。皆さん、ゼロワンさん、ナイスアリアンス、ね、許さないよ。すごい、徹底的にやってやるよ。さすが、頑張って。うん、頑張る。さすが、すごい、ありがとう。うん、ゼロワンからってありがとうございます。すごい、さすがです。すごい、ありがとうございます。皆さん、ゼロワンさんもありがとうございます。さすペロワン。で、何チンペロもしたの？八王子の、うん、マンペロチンペロでってこと？マンペロチンペロです。何回したの？3回。3回？はい。何日にも渡ってってこと？いや、その日だけで。その日だけで。はい。チンペロマンペロして、はい、ちょっとまだ時間空けて、またチンペロマンペロってこと？そんな感じです。で、立ったの？かやくさん、あの、かやくじゃない、あ、トシちゃん。あ、トシちゃん立ってました。立ってたの？すごいね。あの、セブンのビニール袋を、あの、
コンドーム代わりに使って、うん、やりました。はい、中に入ったの？セブンのビニール袋を、はい、入ったのは入ったんですけど、それはちょっと痛かったかな。うん、セブンのビニール袋が？はい。そっからビニオジとかって、それ出たの？あ、出てました。3回出たの？3回。これ男の希望だね。いけるんだね。いくつになっても。元気でしたよ。元気だったの？はい。それは何？パチおじさん可愛いからしてあげたの？どうなの？可愛いのもあるし、うん、好きだなと思って。好きだなと思ったんだ。はい。今は？今は私はすごい、うん、いいなとは思ってるんですけど。うん、とっちゃんがなんか若い男に行けって行けって、そう、なかなか振り向いてくれなくって、嘘、そう、こんなじじい相手にするなみたいな言われちゃいました。あ、そう。うん、はい。どっちがいいの？俺とゼロワンさんと、うん、パチオジ、うん、ゼロワンさんです。付き合える？俺付き合える。猫ちゃんどうしよう？猫ちゃんともいい感じなんだけど。あ、そっか、うん、でも猫ちゃんから奪ってくれ。奪いたい。奪いたい、うん、私も猫ちゃんに言ってじゃあ、うんうん、そうしないと一緒になれない。あ、猫ちゃんに、うん、猫ちゃんに、うん、俺は諦めてって言ってほしい。あ、わかりました。分かった、うん、はい。八王子にも内緒で、うん、内緒で今のは、うん、女の顔するんだって。だってかっこいいゼロワンさん。だってキャリーちゃん、だってスーパーナイスくんもね、はい、養える俺のこと養える、ほんと、はい、家で配信してるだけでもいい。そういう感じで、うん、うん、あ、でもゼロワンさんだったらお金あるけど、お金出さなくてもいい。あ、お金はあるけど、うん、出さなくても大丈夫。出してほしい。お金もちょっと出してほしい。まあなんか私前の元彼のことがあって、うん、なんかあんま貢ぐのが嫌なんだ。ちょっとやめといた方がいいかなとか思ったりもして、うん、大丈夫、俺何でも出すタイプだから。あ、さすが、うん、さすがゼロワンさん。払わせないよ。うん、優しい、うん、優しい、うん、ありがとう、うん。キャリーちゃんの方が見れる？猫ちゃんとみんなどっちがいいの？キャリーちゃん。リスナーさん、キャリーちゃん明るいよね。嬉しい、うん、で猫ちゃんはまあ色っぽいっていうか気が利く年上って感じ。確かに、うんうん、年上のお姉さんって感じ。うん、猫ちゃんも。キャリーちゃん何歳？私は、うん、今月26日誕生日で。あ、若いな。また俺ね、年下ばっかりだから31になっちゃいますよ。ん？31になるんです。31になるの？26日で。 あ、そうなの。もうまだ若いね。30おじさんだから。え、30ゼルマンさんは、うん、6。あ、全然大丈夫。はい、本当？デブでも嫌じゃない？お腹最近出ちゃって。いや、私もデブなんですよ。嫌だね。全然嫌じゃないです。すごい明るくて可愛い。うん、やばい。ただ猫ちゃんが、うん、納得するかどうか。あそこですよね。うん、猫ちゃんにもちゃんと納得してもらわないと。うん、うん、どうしよう。あ、リスナーさんからはちょっとキャリーちゃんのが人気あるね。嬉しい、ありがとうございます。だって猫ちゃんはなんかすごい荒れるから。荒れるんですか？荒れてたな。あ、やめとけみたいな。既婚者じゃないって言ってるのに。あ、既婚者どうなんだろう。キャリーの服見せて。いい、ちょっとファッションとか。あー、なんか個性的な感じ、可愛いじゃん。うん、キャリーちゃんかわいい、かわいい、うん、バッグもおしゃれだね。ありがとうございます。うん、こういうのいい、おしゃれだよね。ありがとうございます。暑くない？あ、ちょっと今日長袖、うん、なんか今日
暖かかったですよね、うん、ちょっと暑かったかも個性的って、うん、今日ちょっとね、ワンピでみんなどういう反応でしたか？ん？かわいいって。ありがとうございます、うん、増えてないとかって。あ、かやくなんか顔がみんな引きつってるわ。これビビってんね、これ。あ、かやくさん顔引きつってる、うん、顔見てきて、引きつってるわビビってますね、うん、え、よかったあ、こいつ逃げる、配信切る、こいつ。え、それはやばい。逃げるなよ、お前喧嘩売ってきただろ。そうだ、ゼロバラクーダをね、本当に何少々ひどいこと言われても、ありがとうございます。ハートナイス。うわ、逃げた。逃げたんだ。これはやばい。顔聞いちゃってんじゃん。俺怒ってるからね。いや、本当に。あ、パンパさん、ありがとうございます。ハート5個。お風呂一緒に入って、体洗い。気持ち悪いんだよ、不倫やろうがよ。あ、不倫も良くないですよね。公開不倫してんじゃねえ、てめえよ。お前ら9,000円払えよ、パチオジにネタにしてんだから。ありがとうございます。配信のネタにするなら出演料ぐらい払えよ。出演料払えよ。何が金返せだよ。ひどいな。ネタにしてんならよくしろよ。猫ちゃんもね、キャリーちゃんも差し入れ持ってきてね、うん、俺だって差し入れ持ってって、それで配信させてもらってるんだよ。ネタにしてね。節が気になる。うん。そうやね。それをね、お金ないね老人捕まえてね、で金貸すっつって弱み握ったように取り立てに行くってありえるのそれ？お金借りる方がいいとかそういう常識の話してないんで俺。配信者として間違ってるよそれは。一丁前なこと言いやがってよ。配信者じゃないじゃん。そうだよ。一般の人のお金の貸し借りだったらお金借りる方が悪いかもしれないよ。でも配信でネタに使っててね、この金借り、金をね返さないとか泥棒扱いして、配信者でもない素人のね年金暮らしのおじさんを許せないだろ。ちょっと何していいですか、こっからどう行くんだっけと思って。出演料ぐらい払えよてめえよ10万ぐらい払え、パチオジに。火薬よお前、散々ネタにして。ありがとうブブクマさん。何が4000ごときで泥棒だよ。ふざけんなよ、ほんとひどい。ほんとバカにすんなよ。口説かれて病で落ちた。お前、俺払ってるよ。お前に関係ない。俺トシちゃん好きだし関係あるでしょ。パチオジ好きだよ。どうでもいいんだよ、人に金借りたとかね。パチオジ4000円からどうでもいいんだけど、バカにしすぎてんだよ。トシちゃんが配信者だったらまだわかるよ。配信者じゃなかったらね、あの目上の人70歳だよ。少しはね、立てて配慮すべきだよ。そんなこと。うん。配信してる人だったらね、配信しててそうやってネタにされてもおかしくないけど、一般の人だからね。調子に乗った。俺はね、出演料も4000円払いましたよ。うん、差し入れも持ってってるし、優しい、うん、その4000円をね、好きな時に返してなんて言わないよ俺。
で一方的にネタがない時に家行ってね返せとか、おかしいだろそんなもん。あ、今日年金入ってるからお金持ってるねとかってバカにしてんじゃねえ本当。ひどい確かに。あ、ふわちかありがとう。ファンは気をつける、うん、でちょっとキャリーちゃん行ける、はい、特攻できる、できます、特攻、はい、俺が行ってもいいんだけど、はい、この周辺ちょっとあれ危ないから。一緒には行かない感じですか、上まで一緒に行くちょっと一人じゃ心細いかも。じゃあ俺が先突っ込むよすいません、うん、オッケー、いいよ。ここですね、ヘタレがよ着いた。何回だっけ？3回です。うん、金でね、釣るようなことしちゃダメだよ。返せとか。どこだっけな？ここだっけな？配信で言ってたみたいなこと言ってよ。直接会いに来たから、直接会いに来たんで、かやくさんね、さっきなんか配信ですごい言ってたけど。おお、タラコ塾キャリーちゃん。かやくは、かやくは出たくないと。なんで、さっきなんか言いたい放題言ってなかった？直接言ってよ、かやくくん。あの直接言えと、言おうと。ゼロワンが、でっけえ勢力。あ、キャリーちゃん、おはよう。昨日ぶり、昨日じゃ、この前ぶり。え、呼んでよ。あ、だ、あ、ドアノブない。どうしよう、ちょっと待って。え、ちょ、じゃ、いいや、下へ置いて。じゃ、バッグも靴も長いの。ちょ、かやく、バッグ。もしもし、ドアノブ忘れた。なんで面と向かって言えないの、かやくさん。ちょ、バッグ靴も忘れてる。ちょっと、これしかもかやくの方取ってる、これ。そしたらもうちょ、もしもし、ちょ、荷物垂らしてって。うちバッグも財布も全部ないだろ。わ、くそや。じゃあ俺が下行ってあげるよ、ビビってるから。そしたら出てくるんじゃない。かやくくんビビってるのであれば、あのゼロワン下に行ってくださったので。うん、キャリーちゃん大丈夫。あ、一応ほんとゼロワン下に置いてから、ドア開けてもね。だから言ってるじゃん、あ、帰ってきた、何なの。いや、何なのじゃなくて、うん、何にも事情知らないのに、なんで俺ね、取り立てに来たとか、ヘイト向けるよとか。取り立てに来てるじゃん。俺、友達だと思ってたのに、ひどいわ。誰のこと？ゼロワンのこと。取り立てに行ってるじゃん。行ってないじゃん、何にも事情知らないで。え、その子5000円、取り立て行ったんじゃないの？取り立て？八王子が返すって言ったんだけど。取り立てでしょ、年金の日に。え？取り立てって、じゃあいつ取り立てたらいいの？自分のその都合に。いつじゃお金返してもらったらいいの？パチンコ行ってすぐなくなっちゃうじゃん、年金もらった時にすぐ行かないと。でもいつだから、いつでもなんか言ってないよ。パチオジ自身がすぐ返す、年金入ったら返すって言ってるよ。で、夫人さんがね、夫人さんが優しいからね、うん、返さなくていいみたいなこと言ったから、いつもこうやって逃げるから絶対返してもらえないよって言って返してもらったんじゃん。なんでそれが取り立てになるの？
そんな何にも事情知らないのに4000、5000円で騒ぎ立ててね、出演料だと思って騒ぎ立てて、ってだから僕だってね、だって散々ネタに僕の言い分も聞いてくださいよ。僕なんか4000円あげたつもりで貸してますよ。その後に殺害予告されてるんですよ。それは切れるでしょ。でもあげたつもり何やっても許せっておかしいでしょ。あげたつもりで貸してるんだよね。そうだよ。それでもう返さなくてもいいし、パチオジには年金入ったらすぐ返すって聞いてたけど、うん、年金入ってもパトシちゃんの好きな時に返したらいいって言ってたよ。だからそれでもね、殺害予告されてさ、うん、しょうもない理由でそれは切れるでしょ。あげたどうですをどうですって言って、俺それトシちゃんに何回もまあしつこく言ったけど、どうですだよって、それ言っただけで殺害予告されたらそれ切れないから、だから何も事情知らないでそういうの言うのやめてよ。初めにそこまでじゃあ聞いても僕取り立ててヘイト向けるんだったらもう会わないからね、ゼロワンと二度と。もう帰ってよ。今会ってるけど、じゃあ俺の言い分ね、初めにあげたつもりであげたんだったら、その後にあげたつもりでも返すって言ってるし、ね、僕もお金余裕ないんで返してとは言ってるよ。建前ではね、あげたつもりで貸してるし、最悪4000円は返さなくてもいいと思ってるけど、そんなの余計なことされたらそれ返せってなるでしょ、人情。あげたつもりで初めに渡したのに、そんなとこ論点になる？論点になるでしょ。ならないでしょ。散々だから出演って喋らせてくれないじゃん。いや出演ってだからそれで仲良くしてくれたらまたね、パチオジにだって花、パチオジに花火って飛ぶよ。でもパチオジに花火って言ってもう全く僕の枠で飛ばなくなったし、僕もお金ないしそんなあげれないし、だからあげれない、出演料もあげれないから僕からパチオジに会いに行ってないじゃん。それでなんかお金で出演料出演って言わないで、俺だってゼロワンみたいにね稼いでたら一回出てくれたら、一般人の人一回出てくれたら1万ぐらいパック渡したいよ。初めにね、別にあの返してもらわなくていいっていうその渡し方が間違ってるそれはパチオジに言ってないじゃん。今後揉めることを加味しながら言うのであれば、いやだからちゃんと返してねって渡すべきじゃん。だから会わないって言ってるじゃ ん今後一切、大きなとか実際会ってなかったけど、パチオジの家に来たんだよ。2人ともね、今までネタにしてるんだから出演料は返してください。出演料です、その9000円は。いやいや自分もファンタスティックとか何回も上げてるから、出演料なんで。なんで返すの4000円は。返してください。いや意味が分かんないわ。パチオジをネタにした出演料です、ね、僕の言い分聞いてそこまでふざけるんだったら帰ってください。逃げるの？逃げてないよ。ちゃんと出て説明して。何これ？説明して。それパチオジの5000円ですね。何これは何？借りたお金？合計9000円やろ。何？俺の話を分かってくれるってことでいいの？藤井さん。藤井さん行こう。不倫だからダメだよ、抱かれたら。あ、いい、ね、旦那さんに許可もらってる。許可得た。いや、だから許可も許可っていう問題がない。口挟まないで。で、キャリーちゃんも言いたいことあるし、ちょっと待って。私も言いたいことあるから。私の仕事のことバカにしたよな。お前が先にしてきたんだよ。いや、私あれバカにしてないんやけど、別に。お前なんでいちいち絡んでくるんだよ。いや、私も言いたいことがあるから言いに来たんだよ。その話、ループだろ。これが終わったろ。お前からで俺の仕事バカにしたんだろ。バカにしてないから、あれ、別に。だから民事でやれよ。裁判で残して。いや。な、動画残ってるから、めんどくせえんだよ。絡んでくんな、ゴミが。ゴミはお前の分だよ。お前から喧嘩してきてるんだよ。お前じゃあ、八王子にもお金返せや。はよ。何言ってんの？9000円、出演料。それだけ5は返したら、あと4、何をしてんの？返せや、それ私の風俗ばかりするな、二度と利用するな、ゴミ。パチオジの二度と利用するな、風俗ばかりするな、お前。風俗利用してゴミって言ってるの、君。そう、いや、向こうから仕事バカにしてたから、普通にそれで言っただけじゃん。キャリーちゃん何をバカにしたの？俺の給料13万で、金持ってるとか言って、パチオジと喧嘩焚きつけてしてきたんだよ、こいつ。もうゼロ番いいよ。ちょっともう上がらしてうるさいよ。いやいや、だから近所迷惑だから俺入らないで。俺もうゼロ番とも絡みたくないんだよ、正直。これ言い分聞いてもね、悪かったって言わないんだったら。何の言い分？取り立てって言ってるじゃん、未だに。取り立てじゃん、結局。取り立てじゃないじゃん。え、八王子が配信ではっきり言ってるよ、4000円取り立てに行くって。だからみんなが取り立て言うから、口滑らせて取り立てって言っただけでしょ。よく私の言っちゃってるじゃん。言っちゃってるって、みんなが取り立てって言ってるだけでしょ。自分らの都合で、あの貸したお金をね。ゼロワンもおかしいよ。警察が1枚間に入って普通にもう返してもらってるんだから、何をゼロワンにさばけるか。ありがとうって気持ちないの？じゃあ素人の老人捕まえてね、散々ネタにしてきて4000円ぐらいいいやっていう気持ちにならないの？人とるしての話だよ。そこだけピンポイントに取られても。だってそうやって、ね、今までパチオジにだって みんな花火投げてくれていっぱい渡してるでしょうか、ね、ちゃうよ。殺害予告とかされるのも
怒らせてるお前のせいじゃん。怒らせてないでしょ。普通に煽ってないじゃん。煽ってるじゃん。あの時電話で聞いてるでしょ。どこが煽ってるんだよ。煽ってる。競走馬間違えてそれ突っ込んだだけじゃん。いや今日の電話だって煽ったじゃん。トシちゃんごめんねって。俺は喧嘩してるから別にいいじゃん。俺はモテるからって。ね、トシちゃんと違ってモテるから今日も女だから。それ別に喧嘩してて別に今友達じゃないんだからいいでしょ。そういう煽りを繰り返すからトシちゃん怒るんでしょ。ゼロワンがかけてきたんでしょ。まず僕から絡みに行ってないでしょ、うん、俺がかけたよ。そう思うんだったらかけてこんなよ。違う違う、トシちゃんは煽るからだよ。だ煽るからって自分がかけてきた。パチオジのせいにばっかしてるよな。お前キレてくるのもしてるって。だから今の今日の電話で煽ったのは別にいいでしょ。ほらこの話し合い、話し合いもそうだよ。怒る気持ちわかるよ、いろんなやつがお前に。なんでいちいちそうやってマウントばっか取ろうと。そうじゃん。だってなんで俺の言い分喋り方一つに捕まえたって人を小バカにしたような喋り方するよ。いやいや自分から喧嘩打ってきてるんじゃん。なんで俺あんなゲート向けられなきゃいけない。トシちゃんのせいにすんねん。お前トシちゃんが怒るんってお前のその喋り方だ。お前のそういう煽りだよ。いやいや、パチオジこんな喋り方してないの。普段から。え、普段からこんな喋り方する時があるからパチオジが怒るんだろ。する時はパチオジが煽ってくるんだろ。水道の蛇口きつく閉めてそれ注意しただけで切れてくる。じゃあ今までトシちゃんいろんな人と仲良くしてるのにお前との関係性だけなんでそんな風になったの。お前が日頃からバカにしてるからだよ。天然ストレートと俺にだけやたら切れるのはそれ知らないよ。だからおもちゃにして小バカにしてるからだろ。してないって言ってるでしょ。してないの。小バカにしたことないの。してないでしょ。してるからそうなるんだ。普通に毎回意味不明なこと聞いてくる。してなかったら普通に仲良くできるんだよ。してないの。人のせいにすんな。してないの。なあ、普通にパチオジのせいにすんな。普通に絡んでる。てめえが小バカに煽ったりしてるからなんだよ。してないの。言い訳すんなよ。してないわ。じゃあそれどう説明するんだよ。何を。じゃあ具体的な話言ってよ。え、俺今回も怒ってんのドーデュースって今突っ込んだだけで、それを なんでバカにしてるの。具体的な話してよ。俺だからさっきの電話の、うん、電話だっていちいち、それはだから言ってるじゃん。嫌味なことを言うから。もう絶縁した仲なんだからどうでもいいから。それ切れるでしょ。今まで絶縁何回したじゃん。いや今回は本当ガチ絶縁だ、うん、でも今まで絶縁して、うん、絶縁してるのにかかわらず、うん、何かの拍子に誰かと電話で喋る機会があるたびに煽ってるから絶縁した後だってそうやってパチオジが怒るんだろ。いやでもそれでパチオジ仲直りしてるじゃん。余分なこと言うからだろ。それでその後仲直りしてるじゃん、うん、仲直りした後もまた煽るからだろ。また煽るから。違う違う、それで蒸し返してくるの毎回あっちじゃん。そういう風にしたのお前な。いやいや、それで俺は絶縁してるけど向こうが金なくなったって言って寄ってくるんだろ。蒸し返すようにな、そうさせたのお前だから人のせいにすんなよ。だからお前がさせたんだよ。怒る理由もわけわかんない理由で切れるんだから俺だって知らないわ。うん、水道の蛇口きつく閉めてそれ注意しただけだよ。トイレ流してないかもってそれな、トシちゃん流してねって言っただけでいつも怒る、うん、理不尽でしょ。理不尽なことでも。なんで理不尽なの。理不尽それだけで怒るんだよ、うん、俺動機をつけるんだよ。だから理不尽でしょ。動機をつけるんだよ、うん、理不尽なことすらムカつくんだよもはや。理不尽ってそれの何が理不尽なんだよ。からなんでドーデュースをドーデスって間違えてドーデュースだよって優しく突っ込んでんの、なんで理不尽になるの。火薬さんの立場から。そうやってヘイトばっか向けてくんだよ。火薬さんの立場からしたら理不尽でしょって言ってるの。理解してよ。なんで蛇口理不尽なことで怒られるってことでしょ。なんで蛇口をきつく締めて注意するのが理不尽なことなの。それでブチ切れてるんだよ。だから向こうがブチ切れてくるんでしょ、うん、火薬さんからしたら理不尽だよねって話。どういうこと。わからない。どうしたらいいの。だから水道の蛇口を締められるだけで怒られて、なんで怒ってないって。周囲、じゅんちゃんもその時いたんだけど、トシアン締めないでねって言って、それで怒ってじゅんちゃんだって驚いてたわ。理解できないならいいけど。理解できないじゃない、うん、普通にトシちゃん優しく言ってるわ。蛇口の件に関しても、うん、だからそうやってヘイトばっか、事情も知らない。優しく言ってもキレられるのは今までの積み重ねだから。積み重ねってだから言ってるでしょ、うん、向こうはちょっともうね、言い方悪いけど地方みたいな入ってるから、もうわけわかんないことで怒ってくるんだよ。それをどうするんだよ俺、うん、だから それで今までのもう制御できないから俺は会わないって言ってるから、それでいいじゃん。トシちゃんと喋ってたって、うん、トシちゃんのペースじゃなくてそうやって一方的に喋るところもそうよ。それだって配信つけてたら盛り上がようとして、ほら競馬とかしてたら、ほらトシちゃんこれこの馬こうやって強いんだよって言うじゃん。それ盛り上げるために自分のペースで使ってるんだろ。別にでもそれは切りさせようと思ってやってないから。自分の理論今言っちゃったじゃん。盛り上げるために。ほら、またそうやって極論ばっか言ってる。極論取ってくるでしょ。え、俺別に自分が今喋ったじゃん。違う違う、パチオジを怒らせようとしてやってるんだったらわかるよ。競馬とかの枠でも、トシちゃんこれ強いよ、行こうぜって。そう言ってるだけじゃん。盛り上げようとしてることが怒らせることに繋がってるってこと。うん、だからもう制御できないから、自分怒らせようと思っても怒らせようと怒ってないことでもこうやってすぐ怒ってくるから、もう制御できないから絡まないって言ってるから、
もうそれでいいじゃん。なんでそれで間に入ってじゃあ絡まないって言ってるんだったら、俺がさっき電話した時だっていちいちトシちゃん煽るようなこと言うねよ、横から。お前言ってよね、トシちゃん聞いてるんだよね。自分らが俺の悪口言ってるんだから、俺言ったらダメなの。おかしいでよ。え、トシちゃんは言ってないぞ、お前の悪口。言ってるじゃん。言ってなかったよ。言ってるじゃん。言ってなかったわ。ヘイト向けるわけばっかり。悪口なんか言ってねえよ。言ってるだろ。お前いちいち今トシちゃん聞いてるのって言ってるだろ。俺がなんか確認したよな。俺と電話してる時にトシちゃんこれ確認したよ、向こうだって言ってるじゃん、うん、その後にその後にごめんねって、俺はモテモテだから、うん、女も抱くからっていう嫌味を言ったよね。いいじゃん。それお前いいじゃん。悪意あるじゃん。悪意って今は悪意あるに決まってるじゃん。なんか、うん、なんか喧嘩してるんだから当たり前じゃん。喧嘩してたらお前悪意の嫌味を言うやつってこと。それでいいじゃん別にね。それでいいよ。でキャリーちゃんにもそうでしょ。嫌いだからって嫌味を言って、で俺にも嫌味言ってんだろう。じゃあ嫌味って自分から喧嘩売ってきてるんだろ。喧嘩売ってる、売ってきてるじゃん。なんで取り立て取り立てって、今も俺説明してもまた取り立てって言ってるよ。取り立てだよ。喧嘩売ってるじゃん。素人捕まえて金で弱み握って、何が返せるよ。弱み握ってないだろ。殺害予告されてるんだから。こっち高が4000ごとき、高がで4000で怒ってねえわ。殺害予告されて切れてるんだろ。殺害予告ってわかんだろお前。ハッタリで言ってるぐらいわかんねえのか。そんなこと警察呼ぶだってハッタリだろお前。トシちゃん見てたらわかんだろ。本当に警察呼ぶと思ってんのかお前。いや呼んでるじゃん。本当に殺されると思ってんの。思ってるわ。思ってねえだろ。いつも殴られたりしてるわ。殺されると思ってんの。家に来て火つけられたらどうするんだよ。やばいなお前。何するかわかんないわあんなの。なお前の方がやばいじゃん。もう映すなよ。何がしたいんだよ。何がしたいんじゃねえんだよ。お前が配信もしに切れさせてるんだろ。は？今切れてんの？切れてるわ。来いよ。何を来いよって何をするんだよ。え、普通に話そうよ。話そうよ。話してるじゃん。もうこれ以上何を話すことあるんだよ。いや配信外でもいいよ別に。配信外って俺は用ないから。なんで用ないの？もう帰ってよ。じゃあ配信で言うんだったら別に配信外で喋れるでしょ。どういうこと？腹立つんだよお前。腹立つって何だよ。夜の気持ち分かるよ。お前顔見てるだけで腹立ってくれ。なんでじゃあ絡まなきゃいいの。来いよじゃあ。来いよって何をするんだよ。俺は用はないんだよ。俺に俺が煽ってお前も配信で煽ったんでしょ。うん、お互い様じゃん。だから、うん、だから来たじゃん。お互い様じゃん。それでちゃんと、ね、ゃ喋りに逃げんな出てこいって言って喋ってるじゃん、うん、お前初め逃げてたじゃん。逃げてたってだから出るの嫌じゃん。喋りたくないっつって出るの嫌じゃん。なんでわざわざ出なきゃいけない。俺が下に行くふりして仕方なく喋ってるんでしょ。いや何回もピンポン鳴らされたから出ただけじゃん。いやいや女がでしょ。俺がピンポン鳴らしたら出てこなかったでしょ。別にそれでもいいじゃん。うん。でもお前あたかも今喋ってるみたいな。初め逃げてたじゃん。うん、じゃあそれでいいよ。逃げんのよ。来いよ。帰ってよ。来いよ。来いよって何をこれ以上話すの？え、腹が立つからこいつってんの。理由は。いや、だから僕はもう喋り終わったんでいいです。あ？あじゃねえだろ。あじゃねえだろ。誰に口聞いとん